さらに先行きたいね。よし、じゃあ水まどいの谷もう一回。倒して、よしよし。さあ頑張ろう。さあ早く来い。いや翡翠欲しいな、大量に欲しいな。んで。ここだね、ここが大事だよね。あ、まただ、また別の機会だな。多分、あーゲットしてるか、ここは。んーだったらー、あーまったーよいしょ。よし、やっぱ邪魔だな。いやーただでさえ難しいのに。結構敵の追跡力も高いね、やっぱね。さて、ここはゲットしてるね。あーと発って、まあまあこういう敵だったら倒しやすいね。さて、おお合ってるのか。なしか。じゃあ上でいいんだね。いや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 、マップも難しいけど敵も強いとは。
怖っ。で、いやー深い深い、めちゃくちゃ深い。あった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 。これで翡翠の武器一つは作れるね。んでこっちに行くと、なんかな、水の泡が飛んできそうでさ、あ、来い清水。強いっちゃ強いけど、おいったい、耐えれる前提だな。ああ溜めずに使うのもありか、意外と。で自然治癒で回復して、お、疲れが溜まっておるな。幸いこの辺りには水も食料もあるが、長くは持たん。危うくとも動くべきか。サクナ様を信じ待つべきか。あの世もこのようなホラで皆と過ごしたな。主の父は山賊の頭であったが、なんとも気持ちの良い男であった。戦の世を心から憎み、貧しい者からは決して奪わず。カイマル、主はきっとあの世、父が石丸に撃たれるを見てしまったのであろう。再び言葉を取り戻せるものか、それがしにはわからぬが、守り通すぞ。この命に変えても。よしよし、カイマルもおるな。まったく、こんな谷の方にまで来よってずいぶん探したぞ。あー、しかし、まあそのカイマルを見つけここまで守ったのはお主にしてはようやったな。わしの手間が省けたわい。褒めて使わす。恐悦至極に存じまする。よさか。ともかく、これで借りは返したからな。はて、ところで、なんか変なのもおらんか。鬼ではないようじゃが。カッパってクワって鳴くんだ。カッパか。なんでカッパがいんの。カッパですかな。人懐っこく、害はない様子。カイマルはこれとともにここまで来てしまったようでござりまする。あー、初めて見る神だな。生臭いの、お主。やばい、なんか鳴き声がクエのせいでチョコボにしか見えんな。おお、起きたか。サクナ様がいらしたぞ。助かったのだ。あーあー、うんうん、あーが迎えに来たぞ。とっとと帰ろう。お主はついてくるでないわ。ぬるぬるは嫌いじゃ。ついてきちゃった。なんかおっけえな。そう、かわいい。まんずに臭いでや。結局ついてきてしまった。
ああ、仲間がいるのか。それは楽しみだな。ちょっと待て、ユイよ。カッパの言葉までわかるのか？わかんね。そんな気がしたらダメすか？なんだか釈然とするの。おひいさま、いかがですかな？カッパはともかく、カイマルのためには動いてみても良いのではございませんか？そうだな。また目を離した隙に飛び出されてはかなわんからな。よし、湖に行ってみるか。いやー、まさかカッパ出てくると思わなかったな。いただきます。さあ、鬼を倒す琥珀とかいうキラキラした石が飛び出るであろう。はいはいはい、あれなんだろう。琥珀とは神器がソーセージを介してより集まり化石となったものにございますと。神器を雇す料理によって形を変え、小さければかけらを、少し大きなものはマガ玉、さらに大きければ玉となります。あーじゃれ、またいるんだね。神器なんだ。通貨なんだ。はいはい、紫根というものがあるね。あったね。こちらも神器の塊であるものの結晶化しておらず、そのままでは形をなすことはありませんぬ。その代わりに何かの他のものに、やる。あーはいはい、それ紫根ね。さあ、朝まで。さあ、稲作の準備入るか。そうだね、そろそろ始めよう。種もみの数も増えてまいりました。ゆえ今年から種もみ選別を行っていかがでしょう。あー、やっと来た。なんじゃそれは。種もみには一粒一粒に違いがござりまして、よく育つものもあればそうでないものもござります。弱い種もみは病にもかかりやすいため、あらかじめより分け除いてしまう方がいいと例の巻物にも書かれてありました。よし、ならば試してみようではないか。どうすればよい、はい、では苗へ参りましょう。種もみ選別ができるようになったか。泥水泉、泥を使ってみよう。あ、この時泥なんだ、時代的に。さて、種もみ一粒一粒に違いがあると申しましたが、良い種もみは実が詰まっておりまするゆえ重いのでござります。そうだね、裏を返せば悪い種もみは軽いということになりますね。詰まってないからね。さあ、泥を用いまするとこの泥を種もみが入った水に混ぜてやると水が重くなっていき、やがて軽い、つまり悪い種もみが浮き上がって舞いする仕組みでござりまするとそうだね、狩猟が減るよね。やろう。マジ、あー、自分でするの。いい種もみと、分けるんだね。あー、これ際どいな。ほい。しかも結構余韻あるな。さあ、回せ回せ。あ、浮いてきたね。すごいな、めっちゃ綺麗に再現してるね。はいはい、琥珀が静まってるね。浮いたとき、水面まで浮いたときが湿度量の比が良いとのこと。おお。一旦これで
回してが浮いてきたらか、もうちょい入れてみようか。あ、浮いてきたね。こんなもんかな。いや、綺麗な琥珀してんな。はい、種もみ選別完了。まあまあ沈みよったな。400から305か。まあまあまあ減るよね。あ、いや、お待ちくだされ。種もみはタではなく、こちらの育苗箱に、育苗にかいいのか、育苗にお巻きくだされ。一回植えるんだよね。うん、何のためそんなことするのじゃ。芽が出たばかりの種もみはいわば赤子にござりまする。ある程度大きくなるまではこの稲、育苗で山へから、鳥を守ってやりましょう。なるほどの。さあ、巻き方は、厚巻き、薄巻き、厚巻き。さて、耕すぞ。よし、これぐらい。田起こしを終えましょうかね。さあ、完了。うむ、よく耕せたと思うぞ。 99%。 あー、じゃあ肥料をこの地点で撒くのが一番いいのか。なるほど。じゃあ、撒こう。撒いて、あー、てか毎回撒くの忘れるな。めっちゃ寒そう。なんか大事なものだったんかな。さあ、稲作の時間かな。こうなると。田植え、田植え。305、100増えたね。さて、田植え。苗を植えて問いを調べると水の出し入れができると。田植えもに任せるがあるな。そうだな、任せてみるか。ここに来て、あ、やめよう。任せて品下がるって言われたらね、そりゃあね。お、ちょっと待った。そんな急に技覚えられても困るんだけど。うわー、しかもさ、それによって植える感覚が全然変わる。シップ、あー、早くてもそれはそれで困るんだよな。十分な間を置いて植えたぞ。やや素色。まだ詰めていいのか。いやでも今度あれだな、今田植えの話するけどさ、なんか手順書きとこうかな。
これしますこれしますこれしますみたいな、ちょっとやろうかな。いい加減メモしないと一切わかんないんだよね、途中途中。ちなみに肥料はマックスあるね。よし、多分そろそろ一回用肥を入れないといけない気がするんだけど。お、どうした？なんか困りごとか見入れてよ。それが金太がまた盗み食いを、おそらく。というのも日に日に手口は巧妙になっており、今でも確信を持てぬありさまにござります。ん？今何か聞こえたですか？何かってなんじゃ？お、かいまる。危ないところにござった。幼子を壁の中に閉じ込めるとひどいことをするの。もう大丈夫ですよ。神様、入りはないか。うん、おにし、髪飾りはどうした？その金太に。おう。もう我慢がならん。この度こそはあの小アポを叩きのめしてやる。火事だ火事だ。飛んで火にいるなんてやらじゃ。かまどの脇の薪が燃えてんだ。あららららら、ら見るてかまどの火を消したつもりでした。外に出した範囲にまだ火が残っておったんだろう。それが近くの薪に燃え移ったのだろう。そう。ほだから言ったでねえか。おい、図に乗るでないぞ。日頃から悪さばかりしておるから、こうやって肝心な時に信用されんのじゃ。おひいさまのおっしゃる通りじゃ。浅ましき協力のために日々何を計りにかけておるか、頭を冷やして考えてみるがよい。いいすかよ。まあ、金太、誰にも信じてもらえねえと金太も困るべっちゃ。わかったわかったって、もうしねえから。この通りごめんなしてきり。よいか。金太よ、その心これからの暮らしで示していくのだぞ。ああ、今日ばりにはさすがに肝が冷えたんべ。金太、なんだ？おー、ありがとうございました。やめてきり。意外とこの会話の訛りは嫌いじゃない。